さあ続いてはカッキーこちらですね。はい、宮崎の旬なお花の情報をお届けするフラワーライフのコーナーです。さあ今回はですね、人気のバラなんですけれども、その中でもつるバラ、この時期に剪定と誘引が欠かせないそうなんですよね。ということで早速そのやり方を教わってきましたよ。ご覧ください、どうぞ。ということでやってきたのはバラ園が有名な子どもの国。こちらには300種3500株のバラが植えられているんですが、その管理を任されているのが阿部義弘さん。阿部さん、日本園芸協会認定のローズコンシェルジュの資格を持つ、まさにバラのスペシャリストなんです。スペシャリストってもう阿部さん、つるバラはどうしてこの時期に剪定と誘引をしないといけないんですか。つるバラに限らずですね、あのバラはですね、あの冬は休眠します。根が休むんです、バラは、はい、それで根が休んでいる時にいじめてあげるんです。いじめる、はい、いじめです。あの剪定の時期をいじめるという私言いますけど、1月2月ですね、剪定するとですね、新しいシュートが出てきます。大きい花、香りのいいバラを作るためにはどうしても剪定がまた必要なんですよ。ということで今回は冬場に行う剪定と誘引の基本を、園内にあったこちらのパレードという品種を使って教えていただきます。準備するのはトゲ対策のための革手袋、剪定バサミ、誘引に使う紐です。枯れてるところ全部切ります最初。はい、見た感じでもう枯れてるなっていう感じですか。大体の 芽が出ておりませんので、芽が出てるとこういうふうに色が赤いです。じゃあこんなふうにちょっと赤く芽が出てるようなものがないやつはもう枯れてるんですね、はい、そうですね。必ず切るところは根元から切ってください。ここ根元ですね。はあ、さあそして先端は枯れているけど途中から芽や葉っぱが出て生きているという枝は枯れている部分だけをカットします。前年度誘引した紐、結束紐ですね、これ、これみんな取っていただきます、全部。はい、必ずバラ45度以下こうギューンと曲げてしまって、はい、曲げて最低平行ですね、横にするのは花数を増やすため。こちらは同じ株なんですが、芽の出方が違うのが分かりますよね。バラは上方向に芽を伸ばす習性があるので、横にした方がよりたくさんの芽を伸ばすんです。角度は45度から水平が目安、ただし先端の方が低くならないように注意しましょう。なるほど。つるバラを折れてもか、あの皮一枚で繋がります。へ、はい、で思い切ってこういうふうに分けてください。結び方と普通の結び方、必ずそしての二重でお願いします。20ですね。でその先も下に下がらないように、はい、下がらないね、ここ結ぶんですね。大体もう2箇所でよろしいと思います、切るとこは。そしてあのこの間隔、これかなり15センチ以上開けてください。サイドシュートでこれ芽が出てきます、ここから。で花の分の間隔は開けとくと。誘引しましたらですね、この中のこの先をこう、あの芯を止めてください。阿部さんが言う芯を止めるとは、枝の先端を切ること。切る目安は10センチから15センチ程度です。これ相手のバラに対してこう迷惑をかけますので、これが、はい、これ思い切って切ります。こう芽が出ておりますね、こういうふうに、はい、もう芽はこう赤くなっておりますので、すぐ分かりますので、この芽の1センチ上で切ってください。これはですね、はい、まあ、1センチ上で切るという意味はですね、腐れがの中に入らないようにするんです。これ近くで切りすぎるとバイ菌が入っちゃうんですね。そうそうですね。で必ず切るポイント、私いつもバラの切り方まっすぐ切ってください。全部少し平行に、平行で切りますと面積が狭くなります。これだけバラが傷が痛みません。邪魔にならないぐらいの場所で芽の1センチ上が目安。そうです、はい、そうですね。サイドシュートが出ております。これがですね、あの伸びてきたですよね。はい、伸びてきますね、はい、これを必ず一目か二目で切ってください。それ切っちゃうんですか。切りますね。この時もしまだ塀やアーチの高さがあれば、このサイドシュートを横に倒して誘引し面積を広げましょう。その時は縦と横のシュートがだいたい15センチ角の格子状になるように誘引すると、花の咲くスペースが確保できます。
あの内側に出て芽と外側に出て芽があるんですが、うんうん、内外って何故順番に芽が出てくるんですか。外芽の上で切ってください。内芽で向いて内の方に花が咲きますので、よりこう外に広がっていくために、はいはい、一芽二芽三芽ですね、必ず基本でまっすぐ1センチの上で切っていただくと、はい、皆さんもったいないと思うんですけど、思い切りが大事ですよ。こういうふうにですね、これ、はい、これが一番もう大事です。これから新しくまたあの枝が出てきます。これで花芽がついてくるんです。さあ、剪定と誘引作業が終わったらすぐに肥料をやりましょう。まず根から30センチほど離れたところを掘ります。この時少しくらい根を傷つけてしまっても休眠中は大丈夫です。そこに元肥を混ぜて埋め戻します。一つの株に対して 2,3 箇所同様の作業を行いましょう。そして3月上旬になるとご覧のように芽が伸びてきます。そうしたらよりたくさんの花芽をつけるように芽出し肥料をやりましょう。阿部さん、今日はどうも丁寧に教えていただいてありがとうございました。つるバラのね、剪定といういろいろポイントがありましたけれども、はい、これがもう綺麗なバラの花を咲かせるポイントと、そうですね、はい、いうことですね。そうです、はい、もうこの今日阿部さんに教えていただいたことを参考に皆さんもぜひ挑戦してみてください。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。はい、ということでこちらがね、剪定というつるバラに対して基本だったんですけれども、スペシャリスト、そう、バラのねローズコンシェルジュですから、はい、あのお家の壁とかアーチとかによって、まあ、形は変わってくるかと思うんですけれども、うん、この基本を押さえて、で作業する前にこう全体を見回してどういう風な形にしたいかっていうのを考えて作業すると、まあ、大体見当がついていくということです。あとどうでした。いや、僕やっぱりあのいつもバラ風呂入ってるんで一回も香ったことないわ、バラの香りがやっぱこういう方々の、まあ、いろんな地道な努力の上で僕らのバラ風呂が支えられてるんだな。だから一回も香ったことがないってバラの香り入ってないですか、僕、そして子供の国のバラ園のバラ、バラ風呂になりました。そうなんです、種類が違うあるんですか。いやいやいや、そういうわけじゃないですけど、ハグちゃんどうでした。あの、私の母はすごくお花が好きで、うん、特にバラとかも育ててるんですけど、次の年に綺麗に花を咲かせるっていうのがものすごく難しいらしいんですよ。で、いつ切ってどのふうに手入れをしたらいいのかっていうのがよくわからないって言ったので、うん、私これすぐ教えてあげようと思います、ね、うん、ポイントがすっかりあって分かりやすかったですもんね、お話ね、うん、でも結局剪定と誘引をこう繰り返して、うん、要は形作っていったものに要はお花が咲くという、うん、これやっぱりやった方じゃないとわからない喜びがあるんだろうなと思いましたね。だからバラ好きの方、ロザリアンなんて言いますけれども、この日私が取材に行った日も、あのつるバラお好きな方が阿部さんに質問しに来られてます。師匠ということで、ただあの一つ注意していただきたいのが、はい、あの今回紹介したのがバラの基本なんですけど、木工バラ、こちらはですね、ちょっとあのお花の時期が早いということで、剪定の時期が異なります。お花が終わってから7月ぐらいまでに剪定してくださいということでした。なるほど、はい、皆さんもぜひ参考にしてください。以上、フラワーライフのコーナーでした。はい。